はい、ひたすら面積求めます。この前面積出す式、この分けはやりますね。はい、車線が入っているときは車線の部分、色がついているときは色がついている部分、そうじゃなければ、まあ、6番なんかはその四角形の中に入っている四角形の中の四角形の面積出してください。はい、やらない。でかい長方形から中の長方形を作ればいいですね。分かってる人、はい、長さと時に4ゆっくりやから三角形を引けばいいね。この三角形の底辺は18、ここが直角マークが入っているから高さは5になりますね。はい、式 OK。 これが245、ここが45、
una rodilla. おったヒット少な3番これもまあいろんな方法がこれじゃないとダメなんて思うじゃないからね。けどやっぱこれが楽でしょうっていうのを私は紹介します。絶対ではありませんけど。言いますか？いいでしょう。
できたかな。はい、まあ、いいでしょう。はい。いいでしょう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 。はい、答えはみんな覚えてます。やり方としては3種類あるんです。ここを切るんです。長方形と台形。いいでしょう。大きく囲んで、これを取る。いいでしょう。ね、まあ、大抵の状態です。私のおすすめは、まあ、これちょっとマニアックですけど。こうです。わかる？どうでしょう？あ、三角。三角。絶対とは言いません。もちろん君たちのやったように9×6、54と3+6×3÷2、もしくは9×12、108から、ね、9引く、108から、6、27引くと、ね、でもいいです。けど早いのはこれ。絶対じゃないよ。で、81と。よかったら書いておいてください。その次、5番。これはまあ、おそらく一通りしかないでしょう。できたか見よっか。どういうこと？
사실 인구라는 일은 우리들 유튜브는 삼각도 있던 날개 인쇄를 보인 날개 오마다 삼각이 너무 되지 않으면서 그래 삼각도 왜 보면 우리 나무
底辺を4とした時の高さを図の中に書き込んでください。どこからどう引くかいそうですね。もう一個の頂点、底辺に2つの頂点を使ったんなら、もう一個の頂点からその底辺に分けて垂直に線を下ろすわけですね。これが高さになります。引けてる人、はい、じゃあ何センチですか。私が今引いた黄色い線の長さは何歩でしょう。リサちゃんは分かってますか。この前言いました、これは直角三角形30度、60度、90度三角定規の直角三角形がいるやろ。30、90、ここ60、これは何本やった。30、60、90というのは正三角形の半分やね。あえてこんなん書かなくても分かってもらえると思いたいんですけど、こうすれば正三角形ですね。じゃあここ何歩。じゃあリサちゃん 1.5 です。確認してください。皆さん、なんで 1.5 を書くの。一辺3センチの正三角形の半分ですからね。だから 4×、 まず3割る2の 1.5 で、これが大事やで。30度とあったら何かあると思って結構です。はい、じゃあ2番、150度やで。150度も何かあります。30度のお兄ちゃんになります。関係あります。150は30とどんな関係があるでしょう。底辺を8とした時の高さを引いてください。エーダ君違います。ケーダロ君も違います。そこではありません。高さは底辺を8とした時の高さを引いてください。リサちゃんも違います。底辺に頂点を2つ使ったならば、残りの頂点から高さを引きます。こんなとこから引くわけないでしょ。底辺に使った頂点2つ、これとこれやね。残ってる頂点はこれですね。こっから黄色に対して垂直な線を引くんです。どう引けばいいですか。引いてごらん、引き直してごらん。A だと正解になりました。そうです、ね、違います。こうです。この延長に落とすのです。さっきはそういう三角形やってたの。6番なんか背中が反ってる三角形やってたけど、延長上に下ろすわけです。引けたかな。じゃあ何センチですか。私が書いた今この高さと呼んだとこは何センチですか。150がポイントです。これまっすぐ、ね、ここのまっすぐに見えないかもしれないけど、まっすぐ引いたらここ何度。30度。また出たね。大丈夫ね。はい、じゃあ今度はまず立て何センチ。はい、3.5 正解。7の半分ですね。だって
ここに正三角形できますもん。正三角形の半分で30、60、90というのは8×3.5 割り14だね。 OK。 はい、じゃあ3番30度に絡んでる話ですよ。でも今度は15度です。15が隣して30度に関係あるんで気づいてや。当時も気づいたみたいですね。やめだこれ。あとの人はダメです。15は30の半分です。ヒント終わり。15は30の半分です。つまり2つにすると30です。2つにしてください。2つ。してください。じゃあこれはこの前の授業でやった問題です。覚えてませんか？復習が読めるほどなわからない。一回前の授業。2年前にちらっと言ったことあるけど、なんで忘れてんの？そんなことは言いません。前回の授業で同じやで、数字まで。で、先ほど私確認したで、みんなの復習とかやり直し見せてもらったで、やってた人もいるし、スルーしてた人もいますけど、大抵の人はやり直しに入れてた。こいつは25です。あっちはその半分です。今2つで25になったわけだ。
San Pablo. できたらまとめて弾いてちょうだい。これ以上にヒントはないぞ。わからんか。まとめて弾いてちょうだい。ペケを4つまとめたら何ができますか？正方形ね、 1.3 センチの。ここが1、1ですから、ここは3ですね。こういうことです。
他の学校でも出てます、ね、はい、では4番 で算数は終わりにします。で2つの条件が文章に書かれています。ABCD は正方形だからここが12センチだったらここも当然
12センチだよってこと。分かってきた。はい、じゃあまず周りの方から。周り、こんな図形の周りが60センチですというとおりね。まあざっとですけど。ABCFHG、この3この六角形ですけど、の図形の周りは60だよと。図形の周りはまだそんなに詳しくやってませんけど、またやります。これはこれと一緒なんですよ。周りの長さは。面積は全然ちゃいますね。引っ込んでんやから。けど、周りは、例えばこれ針金作ってたら、これここで折り曲げずにこっち側伸ばしたり、ね、しても同じ図形になりますね。つまりこの ABC なんとか G っていう AB なんとか G ってやつと周りは一緒や。出て、この長方形を今私が書いた長方形、黄色の長方形の周りが60です。周りが60ってことは縦足す横が何歩。周り、長方形の周りって言ったら、縦2本、横2本からできてんやから、縦足す横の2倍が60ですね。で、横が出たでしょう。AG が60です。あ、30ですね。だから AG は何歩ですか？じゃあ AG 何歩？そういうことに注目してくださいと言ってるわけです。2番。三角の面積を出しなさいと言ってるね。条件から伊藤が等しいって書いてあるね。ということはこういうことです。伊藤が等しいんだったらアータスイはアータスイですね。わかると。じゃあ面積計算できるのはどっち？アータスイの面積計算できますね。はい、やってごらん。それで出たね。アータスイは144です。144でここが1番で出た18ですから、ここ何歩？何かかける18も144です。これは8。ここを AE で出しましたけど、今知りたいのはこれでしょ。出たい。出てみ。E を出してもいいけど、U を出しなさいでが、はい、わかりましたね。出しましょう。U の縦は8、横は6。
縦かける横は18と10で、で、48と。もちろん、E を出しても構わへんで、4かける12でもいいで。OK。はい。おしまい。結局、